ページが開きました。あ、ありますね。ちょっとこのちょっとしたコンロでね。お、素晴らしい。なんかこう何やらフィギュアとか自転車、おもちゃ王だったんですよ。おもちゃ王、うん、それは集める方ですか。そう、作る人、うん、コレクターで、あのペッツとかすごいレアなペッツとかもあるんですよ。お、何万円もするやつがあったり。ペッツ懐かしいですね。まあ、車とかバイク好きなんでパーツが、まあまあそうですよね、うん、ヤフオクとかで買ったんですか。そうそう、いわゆるスーパーサイヤ人ドラゴンボールですね、フィギュア。そうそうそう、自転車とかフィギュアとかすごく、エアガンとかガスガンとか。すごいですね、この自転車も。これまた古い工具ですか。そう、マキタ好きなんで。マキタの結構あの残置物の中に工具があったりするんですよね。そうですね、よく使い込まれたカンナとかね。たまにありますね。ありますよね。あ、これまたマツダのサバンナ RX7 ですね。旧車好きなんで。旧車がね、全部売ったんですよ、不動産始めるときに。え、またもうスニーカー100個ぐらい持ってて。あ、種銭にするために。そう、スニーカーでアメ車とアメリカのバイクも全部売ってスニーカー。高級。え、これを残したのは何でなんですか。これジョーダン1は売らなかった、ね、なるほど。これは売りたくなかったわけですね。ジョーダン1と5が好きで、その2個だけは売らなかったです。なるほど。あとは全部もう売ったっすね。それなりのお金になったんですか。なりました、なりました。数十万もう、うん、金銭にして。そうそう、バックトゥーザフューチャー。バックトゥーザフューチャーもう大好き。デロリアン、デロリアン大好き。だから昔のアメコミとかがすごい好きになったんですよ。スターウォーズ見ました。スターウォーズも大好きですよ。最後のやつも、うん、見ました見ました。面白かったですよね。80年代のアメリカ映画がすごく好きで、はい、なるほど。グーニーズの感じですね。グーニーズ大好き。そうだ、グーニーズ。ここからあんまりも始まるようなもんですよね。でもここから始まったんですよ。ここでまあ昔頼んでて、ポール王国、はい、ここで座りながらいつもこう考えてて、あ、こうまだね、不動産投資家になる前は次の DIY を何をしようかって、まあ今は捨てないんだけど。タバコやめたんですか。やめました。なんでまた。健康に悪いじゃないですか。健康に悪いからしごくまっとうな理由でタバコやめたんですね。悪いでしょ。これあのなんていうんですかね、そのいわゆる鉄骨の、鉄骨に OSB 鋼板を僕が貼ったんですよ、自分で。自分で貼って棚にしたわけですね。当時ね、児童養護施設の生徒とね、一生懸命作って、先生の家遊びに行こうぜって言って、僕の家全員読んで、作ると手のいい労働力ですから。そうそうそう、労働力投入の元祖ですからみんなで壁持ち上げて作るぞって作った。それが何年前ですか。それはまだ投資始める前。10年前。あ、じゃあ投資家になる前ですね。全然前ですよ。でそっから、うん、富山、うん、投資と打ったら出てきたのがふんどしおじと吉川愛さん。ふんどしおじと吉川愛さん。そうです、そうです。で、ふんどしおじはここに来たことあるんですか。何回も。ふんどしおじもサラリーマンした時はこの近くの工場を勤めてたから、仕事終わったらここでコーヒー飲んだりなるほど。そうそう、まあ当時は独身だった時はもう酒飲んでもう泊まっていくわって泊まってました。素晴らしい。もうパースもう投げてありますよもうね、ポールさんにしてみるともうこんなのは当たり前になってて当たり前でもないけど、もうちょっと待っててね。はい。ちょっとやっぱりでも富山の空は今だいぶね、暗い感じの。あ、そう、基本的に灰色の、鉛色の空が基本だ。鉛色の空が基本。富山の空は鉛色だそうです。玉砕したバーベキュー場。玉砕したバーベキュー、まあ、もうバーベキュー場なんだけどあ、あった、ありました、ピザ窯が。なんでしょう、このもうテント張って自宅なのに朽ち果ててます朽ち始めてますね。素晴らしい。これはあの、あ、でもちゃんと自分でレンガ積んだんですね。積んで耐熱モルタル。耐熱モルタルで、うん、なるほど。もうちょっとあのトングとかねすごいそのまま置いてあって、とてもじゃないですけど。あ、で、え、これ薪をくべってたんですか。そう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 。なるほど。もう完全にこの薪は薪として使えない状態ですね。これ壁横にね倒れてません。あれ、これあったわけですよね。台風、これちゃんと保険かけてます。これ台風出るんじゃないですか、これ保険で。台風関係ないかパターンのやつですかね。素晴らしいですね。田舎なんで大きい敷地でも。プロパンガスなんですね。そうそう。あ、事務所が開きました。いや、ちょっとね、はい、全く掃除してなくて、はい、信じられないぐらい汚いんですけど。お、事務所開けたらいきなり吐き出しの窓がどういう作りなんですか、これ。中古の美容院を買って、
ていわゆる美容室だったところを買って不動産屋にしたんですよ。不動産屋にした、美容院から不動産屋のパターンですね。そんなパターンもない。お、ここにもやっぱりあの趣味の、あ、日本刀ありますよ。あの影光、影光ありました、上の方に。これあのあれですね、噂のズームインに出たというやつですか。ズームインはないかな、目覚ましテレビ、目覚ましテレビですね。素晴らしい。これ、うん、銃刀法違反になんないですか。あの、僕免許持ってます。免許持ってる、うん、あの猟銃と か刀を、うん、これあららら、教科書、素晴らしい、教科書まで持ってる、教科書持ってるし、僕骨董賞、古物賞も持ってるから、古物賞売れるんですね、うん、じゃあ売れるし買えるし。出た、もうポールさんはね、あの全てのあの許認可系は取ってます。取ってる。そう、後ろ指刺されると一切ないから、ね、コンプラに非常にね忠実です。そう、全然やましいことない。素晴らしいですね、うん、あれはハマーですか。あれハマー、一番ハマーの横に影光、影光、日本とアメリカが融合融合してますね、素晴らしい。小判もあるよ、小判、それは金ですか。こんなもん、小判、あーじゃもう今でもあれですよね、ちょっと世の中が不安定になってきてるんで不確実性が増してるんで、小判、金は売れますよ。これ金ですか。大判、小判、え、金ですか。いや、偽物ですよ、レプリカですよ。レプリカか、レプリカです。これが残地物から出てきたんですか。残地物から出てきました。これはでも好きな人は好きなんじゃないですかね、うん、いいじゃないですか、なんかこう事務所に小判飾るって、うん、何の事務所だと思いますか、ね、小判と日本刀っていうね、不動産屋じゃないですよね。コンプライアンスが非常に危ぶまれる、危ぶまれます。これ契約書の後ろの方にあの、うん、ね、最近記載されてるんですけど作ってる側が触れてるんじゃないかっていうパターンの刀見ます。あ、これっていわゆるあのあれじゃないですか、加藤裕之さん大先生の、買ったんですか。いや、加藤裕之さんにプレゼントしていただいたんですね、はい、うん、この字体は何でしょうね、なんとか体って言うんでしょうね。そうそう、なんか僕その古いものが好きで、はいはいはい、古いアメリカのなんかそういうギャングなんていうの、ギャングラップ、はいはいはい、ヒップホップ世代っていうかドラゴンアッシュ世代、ドラゴンアッシュ世代だから、そういうのがずっと好きで、なるほどね、おじさんになってもこういう格好ずっとしてるっていう。スニーカーとキャップとパーカーがすごい好きなんですよね。スニーカーとキャップとパーカー、うん、なるほど、すごい好き、うん、お、なんだこれは、満室シールが貼ってあるじゃないですか。ああ、そうそう、ケンビアの。これで旅行に行くんですね。そうそう、これにこれで世界一周旅行したってやつですか。世界一周、あ、そう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 、世界一周、この小さいのじゃないでしょ大きい方で。これクソ物件オブザイヤー、クソ物件オブザイヤー取ったんですね。あの、あ、うん、受賞、あの10何位だったかな、6位だったかな。素晴らしい、これクソ物件オブザイヤー、これエントリーしてこうノミネートされるともらえるステッカー、そうそう、何万いいねついて、その横にケンビアステッカー、そう、これ並列に並べないでもらっていいですか。なんでですか。クソ物件オブザイヤーが満、クソ物件が満室みたいで、なんかいや、まあ僕の物件そうだっていう、ね、素晴らしい。でこのゴアーというのは僕が入ってるステッカー、はい、ステッカーですね、うん、いや素晴らしいじゃないですか。これちょっとあのちゃんとね、僕の使わせてもらいます。僕のハイパーズットのフン様のオージーザスとして、オージーザスね、ステッカーあります。これフン様、フン様、この辺の絵心っていうのは、うん、これもあるし、あれですか、うん、あの誰かにインスパイアされてるんですか。あのいや誰にもされてないけど、陳勇気っぽいですよね。ああ、陳勇気は関係ない、陳勇気子供の頃見てましたね、見てました、うん、やっぱりあの芸術的なセンスがあるんですね。そうです、こういうのもね作ったりして、なるほど、サビ塗装したり、サビ塗装、あえてこのエイジングかけることによって、そう、まあ結局あのボロ物件うまく仕上げる人っていうのはエイジングうまく ね、そうそう、ただの本当の黒いプラスチックなんです。そう、こううまく、まあごまかすっていうと言葉悪いですけど、うん、古いものをさらに古くなんかこう融合させてね、なじませるというか、そう、昔この車乗ってたんですよ僕、大ベストセラー、大ベストセラー、はい、手取り17万円の勤め人が、はい、僕ちゃん天才と言い始めたら年2400万円稼げた超成功法則、うん、ポールチョこれはね嫁には絶対バレないように隠して、いやーこれ家の中にいろんな爆弾が仕込まれてますね入ってこないですもん、事務所で仕事ができてないから。まあそうでしょうね、逆にその綺麗にしとかない理由が分かりました入ってこさせないようにするための
2019年5月号に出てますんで、僕いっぱい出てる、出させてもらってて、エンスパも出てますよ。エンスパ、こういうのってなんかこう出演料とかもらえるんですか？もらえないですよ。あ、もう手弁当どころか名誉職ですね。名誉職。じゃあちょっとなんかお金で成功した人出てくださいみたいなオファーがあって、いい顔で出てる。出てますね。ボロヤ&またがしっていうね。顔がもういっちゃってるって、ね。またがしっていう表現なんかちょっと新しいですね。やだいやだ。ファミコンソフトまたがししたやつみたいなね。仮パクよりはいいですけどね。またがし。なるほど。あ、これ爆撃ハウスですね。うん。今から見に行きますよ。使用前というかリビフォアのパターンのやつですね。これを今から見に行くと、うん、ありがとうございます。いや、引き出しが多いですね、ポールさん。いや、僕だから魅力的な人間だからいっぱいねやってるんで、それがやっぱ人気の秘訣なんじゃないですか、ね、なるほど。本当はね、上には物販やった頃の物販メルカリ大家だった頃、メルカリ大家の頃はのものが一部屋全部倉庫にしてるんですけど、まあそこまでちょっと道のりに遠いしやめましょうか。いや、やめましょう。はい。それはまた次回ということで。次回ちょっとまた綺麗にしといてください。そうなんだ。メルカリ大家の頃は、うん、物販っていうのはその物を仕入れて売ってたんですか？右から左に。うん、売ってた。これ今も加藤さんにもらってったやつを置いてこよう、爆撃ハウスに。爆撃ハウスに、はい、うん、じゃあこれ持ってきましょう。うん、持ってきましょう。はい。